どうもしゅんです。こんにちは。今回は就活生のお悩み相談企画ということで大人3名の方にお越しいただきました。オープンアップ株式会社代表の大沢です。よろしくお願いします。今就活生2人に1人が使う社員口コミサイトを作っています。もしかしたら皆さんも使ったことあるかもしれません。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、トミハンナです。私はですね P&G を出てからその後独立してまして外資就活 .com ワンキャリアなどで就活記事を連載した後現在確実内定という就活の本を出しています。株式会社ゴルビー代表の中川明夫です。明夫ゴルフっていう名前で YouTube チャンネルもやってます。趣味は筋トレです。よろしくお願いします。お三方が出されている本は下の概要欄に貼ってるのでよかったら、買ってみてください。じゃあ早速悩みの方に行けたらなと思います。やりきり力があったりとかそれとは裏腹に逆にそれで自分を追い詰めすぎちゃって自分のキャパを超えて苦しくなっちゃうとか他の人を頼れないとか、なんかその他人に自分の弱みを見せることがあんまり得意ではなくて、そこで結構苦しむことがあるなっていうのが相談です。具体的になんか出来事とかってありますか？具体的な出来事としてはちょっと変わっちゃうかもしれないんですけど、頑張ってるねとか、なんだろうな。またな。ちょっとうまく話せないかもしれないんですけど、今結構自分の中で結構苦しいタイミングっていうか、すごいきつい状況で、最近なんか結構チームの状況っていうのが変わったんですね。なんかそこちょっと前簡単に説明していただけたらなって思うんですけど説明するの非常に心強い心苦しいんですが、今春代理運営してるじゃないですか。でバラマツが今リーダーとして運営去年してた1年間運営してたんですけど、あんまり思うように伸びなくて、で僕戻ったんですよね。やっぱ春ダイアリーの、メインの価値はコンテンツだなと思ったので、で事業を伸ばす上でコンテンツ作りは結構重要だなと思ったので、一回もうめちゃくちゃ現場に戻ってもう抜本的に変えていくっていうのをやってるんですよね。今僕やっぱ組織作る能力あんまりなくて、成果にコミットするんで苦しくなってるんだと思います。あ、で言うとちょっと違くてちょっと違くて話すと、なんかその人を頼れないとか自分が苦しいって思ってること言えない性格なんですね。で今のメンバーにそれが言えないとか、自分のこれまでの頑張りとか日々頑張ってることとか裏でやってることを全く評価されないで、なんかもうゼロベースで見てくれて、それもいいと思うんですけど、ゼロベースで見られてなんかどん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 新しいことをやれやれみたいな感じに言われてるから、苦しいとも言えずに私の弱みを吐き出せるようなメンバーとかが今のチームにいないので苦しくなってるっていうのがあります。まず転職する人の最大の転職する理由って人間関係がぶっちぎり上なので、それは例えば高橋さんが悪いとか、高橋さんが社会人として覚悟が足んないよそれはとか、そんな話では一切ないです。もういい年した人でも上司と反りが合わないから辞める人なんてもうめちゃくちゃいます。だから、まずそれは、全然なんていうんですかね、自分が悪いんじゃないんだって思っていただきたいなと思います。でもう一つ、気になるのが自分の方が今先輩になりつつあるのかな。あ、そうですね、はい、今まではその同僚というか、上自分より上だったり先輩同僚の立場の人がいてくれて相談に乗ってくれたから非常にやりやすかったっていう面があったと思うんですけど、今どちらかというと高橋さんが一番上だったりとか相談に乗らなきゃいけない方になっちゃってるんじゃないですか。そうですね。そうすると今同時に3つのストレスがかかっていることになりますよね、うん、まず人間関係が急に変わったストレス、自分が先輩側として指導者になった管理職側のストレス、そして業務内容が大幅に変わってしかもキャパ超えてるっていうストレス、そりゃ病むよねっていう。反省します。そうですね、上司が悪いと思ういや本当に僕の結論は自ら機会を作れっていうのが結論です。自ら組織を変えればいいし、カルチャーを変えればいいし、評価される仕組みを作ればいいし、文化を作ればいいと思ってて、
しゅなさんに言えばいいと思って、うん、でそれが言えないカルチャーを作ってしまってるのはそもそも組織の責任なんですけど、うん、でもまだベンチャーで人も少ないと思うんで、うん、全然発言できると思うし全員一人一人経営者目線立てる組織だと思うんで自ら企業作ればいいと思います。自分の中でも相談できないっていうわけじゃなくてそれこそ相談できる人とかもいるんですけどなんか今のメンバーには しづらいっていうのがなんでだろうっていうのも自分でもちょっと分かんないんですけどそれは新しいメンバーにいきなり心をバッて開いて、まあね、私実は10代の頃こんなトラウマがあってさとかこのねあの中川さんとか大沢さんに話し出したら私がヤバい女じゃないですそりゃそうですよとなのでそれは普通のことです。であともう一つはあの今までイケてるプレイヤーだったと思うんですよねどちらかというとそれがいきなりマネージャーに近い仕事になっちゃっていてそのままイケてるマネージャーにならなきゃってしょっちゃってる気がします。でもイケてる現場のプレイヤーはいきなりイケてるマネージャーにはなれないですよ。なぜならマネジメントの経験としては1年生だから。なので自分が今いけてないのは初めてのことをやらされてるから当然でここからいけてるマネージャーに私はなるんだだって今1年目だからできなくて当然でしょという堂々としたできないけどだから何っていう切れ方をしてもいいと思います。でその上で高橋さんに今足りてないのってむしろそのいけてるマネージャーになるステップを教えてくれるメンターだったりとか先輩なんじゃないかなっていう気がするんですよね。指導者が不足してる感じがします。でそれ別にシュンダイアリーさんの中でなくてもいいと思うので外部でもそのこういう時イケてるマネージャーはさこういう風にすんだよみたいなことを言ってくれるような人が言ってくれるだけでかなり楽になるんじゃないかなと思います。頼れる人がいないっていうのがそうですね。大体どんな、ね、トップ企業の社長とかであってもメンター持ってたりするもんなんですよ。もう世間でめちゃめちゃメディアに出てるリーダー中のリーダーみたいな人でも頭が上がらない人がいたりするもんです。でそういうの普通のことですからじゃあ高橋さん高橋さんなりに相談をする相手を探すっていう努力だけはしてもいいかもっていうだけだと思います。ぜひ取り下げになっていただきたいです。大沢さんいかがですか。でも2人の意見にもほぼというか賛成で特に付け加えることがないんですけど、しゅんさんもやられてると思うんですけどルーティンを作る。で僕の場合はサウナです。ランニング、僕はトライアスロンをやるんですけどもうラン、スイム、バイク、サウナやるとで寝るったら大体もうめちゃくちゃ嫌なことがあっても株価がすごい下がってたりしたら次の日起きたらもう大体気分すっきりというか僕はこれ変えられるもの変えられないものって言ってるんですけど変えられないものはやっぱ他人とか、感情とか生理反応泣いちゃうとかね、うん、なんだけど変えられるものっていうのは自分とか思考行動でサウナに行くなんて変えられるじゃないですか、うん、サウナ行こうって自分が体を動かすぐらいだって大体ねストレス溜める人って自分のエネルギーを変えられないものに注力しすぎてる人なんですよ、うん、他人を変えよう変えようって言っても変わんないじゃないですか。じゃあ自分を変えだからまさに自ら機会を作るだと思うんですけど、うん、自分を変えるっていうところにエネルギーを割くようにすると非常にストレスのツボで言うこの出口のところが大きくなっていくので僕はそれがおすすめかなっていうふうに思います。それは違うよっていうのが大事なポイントだと思います。でも目標一達にストレスは感じてないです。そこじゃないえじゃあ僕が改善すべきところを探して謝罪会見謝罪会見